海王丸駅側から見た腰の片駅腰の片駅は富山県伊水市堀岡新明神にある万葉線の駅、道線の北側の起点駅である。命名は北条図型の古名である腰の海にちなむ。1930年に後に富山地方鉄道伊水線となる越中鉄道が堀岡から新港東口まで延長された。利用客像のために 越中鉄道では、腰鉄運輸工業という別会社を設立して、北側に腰の片海水浴場を設け、料亭の誘致を行った。戦時中に一時衰退していた観光も、1948年頃から復活し始め、喧嘩各地から毎年10万人を超える観光客が訪れ、北条図型を勧遊する遊覧船とともに賑わった。富山振興の開作に伴い、 富山川の堀岡駅までの間が廃止となるとともに、下越の鉄道に移管され、終着駅となった。その後、万葉線への経営移管を経て、現在に至る。2007年3月18日より、信号方式が改良され、これまで一両しか進入できなかった、中心港駅までの区間が、続行運転可能となった。これに伴い、 ホームに2両が侵入できるように伸ばされた。しかし、続行運転は増発があった時のみであり、通常は行われておらず、年に数回しか行われない。単式ホーム1面1線の無人駅。かつては2面2線で駅舎があり、駅員も配置されていた。イ水市統計書8運輸。イ水市、二2018年7月14日閲覧。堀岡郷土市による。 堀岡郷土市による、愛の風プロムナードへのアクセス方法、富山県土木部公安課、2013年8月18日閲覧、ありがとうございます。